で共通テスト終わりましたんで間に合いました。よかった。さあいよいよ運命の採点の時がやってまいりました。はい、Hello there. 始まりました。鉄チャンネル。さてさて、まあ気になってる人もたくさんいると思う坂脇さんにおいでいただきまして、いよいよね共通テスト終わりましたんで感想を聞こうかなと思うんですが、まあまだ出てきてないので回答、はい、自己採点できないんですけど、まあ出てきたらあと何分で出てくるか分かんないですけどやっていきたいと思います。はい、じゃあまず感想ですね。東大本郷で受けたのね、はい、な事件のあった場所で、はい、びっくりしました。着るからだから関係なかったと思うけど、はい、やっぱまだ警察とか報道陣がいっぱい。いや、自分着いた時はもう何もなかった。もうないんだ、はい、まあそっか、受験の邪魔にならないようにってことかな。それでいなくなっちゃった時ね、まあ大変な事件が、はい、ありまして、じゃあまず国語、はい、どうでした感想。評論は宮沢賢治の話出てきて、本当の評論っぽくないなみたいな風に感じましたね。漢字が最初の3つはいつも通りのやつで、残りの2つが意味で答えるやつ。あ、そうだったね、別の意味になるやつみたいなんですよね。それでビビった。おおって思いました。パッセージが2つあってね、はい、なんだこのダブルパッセージみたいな。え、順番的には評論小説漢文、あ、漢文から小説っぽいですね。で小説は最初の3問の語彙の意味を答える問題がなくて、うんうん、ああちょっと助かったなっていう。ああ助かったなんだ逆に。ただかかしの辞書の意味で選んでいく問題が難しくてちょっと時間使っちゃいました。で出来としてはいつもよりちょっと悪いかな。ああそう、最難関と言われる古文は、うん、時間があんまなくて、うん、あんまり読めてないです。でもやっぱむずい。難しかったですね。そして一番最初にやった漢文は、漢文も内容自体はそこまで読めないってことなかったんですけど、うんうんうん、問題いやちょっとわかんないなっていうのがあって、うん、ちょっと最初から心折れかけましたね、うん、最初に折れちゃダメよ。じゃあ英語ですね、英語のリーディングはどうでした。リーディングはいつも通り解けたんですけど、うん、結構焦ってる部分もあって、難化したって人と簡単になったって人すごい分かれてるんだけど、はい、ああ去年のに比べたら別に変わらないかな、うん、ああ変わらないかなっていうふうに思うんですけど、ね、ちょっと回答根拠見つからなかったところものもありましたし、うん、いやむずいのはあったと思う。4とかさ、これマジでめんどくさいよね。いやみんなさ第4問の照らし、みんなさ第6問の A にばっかり注目してるんだけど、ああ難しかったです、うん、文章のレベルとしては第6問の A っていうのは、まあ、レベルが上がってるわけですよ、ガンと。ただやっぱり難関国立とか総計とか解いてる人からすると普通だけどみたいに多分ね、うん、なるとは思うんですよ。多分知らない単語をわざといろいろ入れてきて分かりづらくさせてる。でも難関大の人とか大アーナーなんか知ってるしみたいな。いや分かんなかったですね、知識でいけちゃうから。そもそもノクターナルの逆って書いてあるしね、それでいけちゃうんだけど。順番的にはどういう、まっすぐやったは4、5、6、3、2、1。4からやるんだ。そうですね。なんて一番時間かかるのからやる、めんどくさい順に。そういうのでやるんだ。はい、だって6で時間かかっちゃうでしょ、はい、時間間に合ったん。間に合いましたね、ギリギリ。ああよかった、優しかったでしょ。3の A がさ、ふざけてんなと思って、これなんかすごい、そうそうそう、3の A なんだこの問題と思って、え、いらないじゃんそもそも、日本人だから知ってるよっていうさ。続いてがリスニングですね。聞けていないやつです、まだ公開されていないので。でどうでした。途中までは全然難しいところはなかったですね、うん、第5問から分かんないところが、うん、できて、やっぱレベルがこう高くなってって、やっぱ1回読み出しね。じゃあ前半はいけたけど、そうですね。じゃあそれでいよいよ回答が出てきたら自己採点タイムに行きたいと思います。さあいよいよ運命の採点の時がやってまいりました。はい、9時50分ぐらいに出ましたね。英語リーディング、はい、一緒が1、はい、3、はい、2、はい、2、はい、1、はい、で、はい、1、はい、4。なんでトラボーさんめんどくさいにしたの。厄介、めんどくさくねって言ってたから。あーもっとあるじゃん。1、2、4、そっちに引っかかったか。2の方がむずいのに2よく解けたの。割引って書いてあったからそれやって。あーそう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 、割引かないといけない計算があるから、90ドル引く9で81だから
そうそうそう。で81と85比べて、え、こっちとこっち比べるんですか。そうだよそうだからむずいんだよこの問題。よく比べないで解きやがったな4は10かかるんでしょ、はい、で310なんでしょ。でこれ300以上の場合は無料でついてくるからS paid by foyer だから差の倍だから4プラスするからそうだからまあ両方ともここは計算がすごくめんどくさい、はい、第5問はい39マークしてないマークしてないとかはいちょっと思い出してどれ選んだか多分1ですね、うん、おっいやこれもう1ってかいやむずくないよこの問題は。だって月行ってんでしょヒストリックイベントじゃん。はあ。意外と良かった。はいじゃあ次のか。あ40。90点。おお、よかった。9割した。よかったよし、はい、ということでよかったよかった、9割取れた。よかった、英語系チャンネルでリスニングいきます。はい、3、はい、2、はい、2、はい、1、はい、4、はい、3、2、1、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と86、英語88%。はい、よかったです。じゃあ国語に、はい、国語行きたいと思います。現代文、はい、はい、行きますね。評論から行きます。はい、2、はい、3、はい、4、はい、2、3。あ、よかった、はい、全部合ってますね、はい、まあ時間あったんで見てたんで全部合ってるのは知ってますね、もう一つ漢字できないって言われるけど共通テストのこの問題ぐらいできる。めっちゃ簡単。はい、はい、続いてここからですね。いよいよ2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、で小説が6、9、この2つ、はい、27か。ということで足すと114、うん、ということで 114.6 割弱ってことだな。国語が惨敗ですね。全部合計すると290だから400点中の290だもんね。72.5。いや無理じゃねスポッカーは無理でしょう。 72.5 じゃ、うん、まあ伸びはしたけどね。特に英語はだいぶ伸びたから、6割だったのが 88% まで来ましたから、こっからですね。いよいよ、坂井さんのシリーズ一般入試編突入します。はい、まあ一応スポッカー受けるでしょ。受けますね。これでまあ小論でドンっていく可能性だってあるから、まあ、相当大変だけどね。あとは受けるとしたら、まあ、青学共通テスト利用を出してるんだよね。はい、だから 76% じゃ厳しいな。2次が小論。なるほどね。英国もう漢文がでもこれから一般でやるときないよね。ないですね。古文は、古文は正常だけですね。正常ということで
日大スポーツ、はい、で成城成蹊が経営だったよね。そうです、経営で、で法政、法政がスポーツ。そうですね、スポーツで法政が IELTS 持ってんのだよね。そうです。いくつあるの？ 5.0 だった気がします。ああ、 5.0 ね。で一応法政で使えると。はい。ただ英語免除になると国語が相当高得点勝負になっちゃうから、まあ一応一般も見据えた方がいいと思うので、はい、まあ最後までここ残り1ヶ月あんのないのか、もう1日から日大スタートですね。ああ、なるほどね。いよいよ一般入試編やっていきます。まあ別に自分は絶対スポカじゃなきゃとは思ってなかったのでそもそも最初から出してる時は、はい、送っていきたいと思います。まあ今後ね、坂上さんみたいに追ってほしいっていう人がいたら、あのお金は出しませんよ。お金は出さないけど、まあ、今高2で高3から追ってってほしいっていう人は、まあ、Twitter の DM とかくれれば追っていくかもしれません。ただあの態度いい人お願いします。人柄が分かったんで、この子だったら追ってもいいなと思った。ダメだなって思った人も実は何人もいるので、すごい高圧的な態度、そういう人は追わないので、素直ないい子で関東東京に来れる方、はい、お待ちしておりますので、じゃあいよいよ2月、はい、追ってって最終はスポカ23。ああ、じゃあ2月中に全部終わりましたね。はい、という形で追っていきたいと思います。まあ英語は良かった、伸びて、はい、ただまあ一般は違う力になるので、あ、まあ文法とかね弱いと思うんですけど、はい、もう今もうこのね動画来るまでね飛ばしてましたから、長文やらしてたんで、はい、ちゃんとまあ切り替えて、はい、がっつり勉強始めてください。はい、はい、まあとりあえず共通テストお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ではまたまた続きますので、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.